戦後レジムの見直しって安倍さん言われてるんですね、はい、だから日本国憲法について GHQ が8日間で作り上げた代物だということも かつて言ってるわけですね。まあ、私はどういう経緯でできたにしろ日本国憲法は日本の国会で決まり、そして70年間、まあ、国民がですねこの憲法を育んできたということは非常に重い、それを全部否定したような、見直さなきゃいけないんだと、できた時はこんなやり方だったんだという安倍さんのその言い方にはすごく違和感を感じます。外務大臣として世界を回っていて、やはり日本という国や日本人が非常に尊敬されているということを私は実感しました。まあ、ドイツもそうなんですが、ドイツと日本、それはやっぱり日本国憲法の下で日本が武力行使を行わずに様々な国に力を貸してきたということが評価されていると思うんですね。そのことは非常に大事にしたいというふうに思います。で、安倍さんの下でそういうものがないがしろになってしまうんじゃないか、集団的自衛権の閣議決定がその一例ですけれども、議論なしにいきなり内閣で決めてしまったということですが、まあ、そういったことに非常に危機感を持ってそれに対峙していかなきゃいけないというふうに思っています。